こちら、クリア川駅の近くの跨線橋になります。跨線橋、またぐ線路の線の橋とかで跨線橋と言うんですけど、になります。こちら、まあこうね、階段が続くので見ての通り人用、人間用の跨線橋なんですけども、ここを渡ると足を掴まれるような感覚があったり、背中を押されるような感覚がするという話で、この跨線橋から線路に対して飛び降りがあったりしたので、それの例かもしれないというふうに言われているようです。で、まあ、そう言っている人は実際ここを通るの気持ち悪いので、気持ちが悪くなるので通らないと言ってる人がいるということだそうですね。まあ、近くの高校生男子が飛び込みをしたらしく、以降その例の目撃例がですね、言われているそうですね。確かにフェンスめっちゃ高いですね。めっちゃフェンスが高い。しかもあそこね、あの監視カメラ作動中って書いてるんです。すごいしっかりしてるフェンスが。まあね、線路の上だからそりゃ厳重にするのはわかるんですけど、物申しさ半端ないな。壊れてるか。音が鳴らす。これはね、この下が線路なんですけど、暗くて見えないですけどね。線路があるんでしょうね。携帯で写真で撮ったらちょっと分かりましたけど。で、このクリア川駅がそもそも受験生がホームから落ちたりとか、近くの踏切で電車に轢かれたりとかで人が結構亡くなっているという話があるらしいです。なので、そういう割と人死にが結構起きている場所なのかなという感じですね。ただそんな感じもね、なんでなのかはよくわかんないですけどね。
のない古戦況ですけどね。ライトの電池が消えた。はい、そんな感じで栗屋川駅付近の古戦況ですね。付近ででも結構離れてる気がしますけどね。とりあえずなんでライトが消えて、まあずっとこの同じ電池使ってるから、普通に電池なくなったのかな。あの赤点滅してるあたりがおそらく踏切ですね。点滅じゃないわ、赤点灯してるあたりです。手持ちのライトが消えてね、この実際に照らされている明かりだけの様子になってますけども、雰囲気がだいぶ出ますね。そうだとね、そんな栗屋川駅付近古戦況という場所見てきました。